空が青いな。はい、それではですね、今こちら注文したのが届いたんですけど、ディラゴ、こちらはですね、はい、水耕栽培専用のですね、植物工場向けのロメインレタスディラゴという種になります。はい、こちらをねちょっと仕入れてみました。はい、水耕栽培専用ということで、ロメインレタスの種類なんですが、品種改良されて、なんていうんですかね、こう柔らかくこうもさっとして、あんまり背丈も高くないという品種らしいです。ということで、これをね早速水耕栽培、こちらのパレットの方に、巻いて、そしてまたこちらね、発芽促進 LED で、どのぐらいで芽が出るのか、チャレンジしてみたいと思います。今日がですね4月の29日火曜日、気温がね、今日は最低気温12度、最高気温23度の予定となっております。ということで、これを開封して入れていきたいと思います。はい、こんな感じですね。こんな感じ。普通のはですね、レタス系はこう小さい粒なんですけど、さらにそれにコーティングされている種と、だから水耕栽培用に改良された種ということでございます。じゃあこれを、移していきたいと思います。これね、もう業務用の種なんで、いつも買う少ない量の種は売ってなかったもんですから、これ何個っつったっけな、5000粒入ってるのかな、5000粒も入っているので、ちょっと今回はこっちとね2つ、やっていきたいと思います。それでも全然余っちゃいますけど、ちょっとねどうしても試したかったんでね、これねやっぱ水耕栽培用専用の改良された種っていうのは気になりますよね、やっぱね。ということで、まず種を撒いていきます。はい、それではね、一応パレットに、撒きましたので、ディラゴ、こちらにですね、このちょっと怪しげなピンクなお水を注ぎ込みます。はい、そしてですね、こちらよいしょ、はい、LED ね、赤の LED の方に、設置しました。
はい、じゃあラベルにね、4月29日ディラゴということで種をまきまして、そしてこちらを貼っていきたいと思います。はい、でこちらがね昨日植えたレタスの種、まだ芽は出てないような感じですね。はい、ところがですね、はい、こちら、4月24日に巻きましたバタレタスがもうすでに、はい、芽が出てきてますね。それとこちらロメインレタス、これも4月25日植えたやつもこのようにですねもう芽が出てきました。同じくサニーレタス4月25日に植えたやつもこうやって、芽が出てきましたね。こっちはね、4月22日こっちはね、4月22日に植えたレタスとサニーレタスと、これは4月20日に植えたロメインレタスなんですけど、一部芽は出てるんですけど、こちらもですね一部出てるんですけど、発芽が遅いですね。この多分ポット形式は発芽がですね、遅いかもしれないですね。はい、これサニーレタスね。それとこれが株、これは露地栽培用の株、そしてこちらが、ロメインレタス、そしてトマト、そしてサニーレタスで、こちらもサニーレタス、そしてトマト、そしてこちらがロメインレタス。ロメインレタスがもうそろそろ収穫かなって感じですね。ということで、そうだ、あそこの発泡スチロール使えるかもしれない。はい、ということでね、今まではですね、水耕栽培用の、上蓋、これはね、100均で、買ってきて、穴を開けてやってたんですけども、今回で、ディラゴというロメインレタスの種、これをですね100個巻いてしまいました。そしてですね、以前の、巻いている、サニーレタス、バターレタス、そしてレタス、そしてロメインレタス、これもですね、50個ずつ巻いてますんで、よーく考えたらですね300個種をまいてしまったわけでございますね。ちょっとこの男は調子に乗りすぎましてですね、はい、種をまいてすで、に発芽をし始めちゃってるということで、よくよく考えてみたらですね、はい、この300株をですね一気に成長させていくとですね、かなりの面積が必要になるということに気づきましてですね、はい、今はね、小さいパレットに、植えてますけれども、もうすぐ、1ヶ月もするとですね、もうその間隔ではですね育てられない状況になってしまうということで、大量のプラスチックのケース、それとですね、大量の、上蓋、これがですね必要になってくるということに気がつきましてですね、はい、全くそんなことも考えていなかった男はですね、大急ぎで今上蓋をね作っていっております。そして、プラスチックのケースをね、用意してやっておるわけでございますが、実はですね、はい、そのためにね棚も増設したんですが、それでもですね実は300株のレタスをですね育てるには、
面積が足りないということで、今非常に悩んでおります。はい、どうしようかなということで、結局水を貯める容器が、圧倒的に少ないということなんでございますね。はい、ということでこれ100均で買ったブルーの発泡剤、これにこういう形でパレットを1個ずつね今度取れますんで、苗が大きく育ってきたら、こちらにはめ込んできますが、これ1個で6個のね穴が開いてるんですけども、実はこれでも全然密集してしまってですね、はい、足りないんですね。この大きさですと3つぐらいが、成長してくると限界ということで、はい、悩んでおります。でもともとあった廃材のですね発泡スチロールを使いまして、はい、そしてねこれ電熱カッターというやつでですね、穴を開けまして、とりあえず、そうですね、育成、2週間くらいまではこれでいけるかなと思っておるわけでございますが、その後どうしようというふうに、今考えております。これだけじゃ全然足りないということと、コンクリをね練る時の、トーブネってあったんですけど、これも使わなきゃダメかなみたいな感じで今考えております。ということで、はい、こちらね、もやしくん、はい、新たに、種をまいたんですが、もやしくんの状況を見ていきたいと思います。はい、じゃーん、こんな感じでね、はい、育っております。そして根っこがね、こんな感じでびっしり、はい、出てきてます。そしてもう一個の方は、はい、こちらですね、根っこが出てきてます。こちらもこんな感じですね。はい、これね、いつもリンゴを入れてるのと入れてないのでやってるんですけど、なぜリンゴを入れてるかを、このメンバーシップだけで特別に公開したいと思います、その理由を。ということで